ちょっと休憩です。川の幅がだんだん広くなってきてるでしょ。真ん中にはある、うん、だんだん川下に行くに従って川幅は広がってきます。で、石見てください。川下に行くと石はどんな形になってきますか。平ら、薄い薄い薄い、まあ薄いのもそうだけど全体的に丸まってくる。濃いのあるの、流されてくるじゃん、石が、うん、角、近くだと角が削れて丸っぽくなってる。カランカランカランっていっぱい転がってくるから、だん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 周りが削られてって丸くなってくる。だから川下の石は丸い、川上の石は四角い、ゴツゴツ、ほら、こういうのこういうのこういうの、あ、これはガラスだからダメだけど、こういう石になってくる。三角、丸くなってる、うん、だん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 さ、角が取れてくる、最終的に丸くなる、うん、すごいね、こう崖が切り立ってるような山肌が見えています。すごい山手さんでした。それをやるならさ、こういうさ、こうやって朝ね、四、こういう風にやるんですね。どういうのがいいの。こうやってさ、こうやって横から投げるんだけど、こうやって、あ、横から投げるんだよ、横から、こうやって横から浮いてくるように上向かって投げるわけ。短い、うん、こうやってこうやって、こうやって、こうやったら違うから、これ気をつけて。いくよ、レイレイレイ、こちゃん見てて、うん、あー、ちょっとそれじゃダメだよ、ドボンっていくだけで、ドボンっていく、どういうのこれ。要するにこうやってこうやって投げた時にピンピンピンっていくように、こうやって上からポンって投げただけじゃさ、ドボンっていくだけじゃん。だからこうやって真横に投げる、こうやってこうやってね、そうするとどうなるかっていうと、これがこうやって、あ、2回しかいかねえ、こうやってね、ダメダメだ、もういいや、ダメだ、こっちゃ